マジか。ちょっと予想外なんですけど、知らんかった俺の。はい、こんにちは、中地です。本日はクリエイティバースというゲームを紹介していきたいと思います。このゲームはですね、去年2014年の8月に発売されたゲームになります。プレイフルコーポレーションというところから発売されました。クリエイティバースというゲームでございます。若干カクつきますねよいしょ。本日はそのゲームのね、紹介の方をしていこうかなと思います。一見するとね、マインクラフトのようなピクセル系のね、ボクセルっていうのかな、ゲームになっております。ただマインクラフトとちょっと違うところっていうのがいろいろあるので、その辺をね、簡単に紹介できたらなと思います。はい、それではまずこのブロックたちをね、吸い込んでみましょう。今左クリックを長押ししています。左ボタンを長押しして、このように採集ができます。木とかもね、簡単に取れます。そして今右下にね、出てるんですが、こう素材を手に入れると作れるものが増えたりします。このようにね、非常に快適ですね。こうやって取ったりしてね。で、上にコンパスが出ています。これを見渡すと、ここに設定マークみたいなものがありますが、そっちの方にちょっと向かってみましょうか。これジャンプもね、不思議とふわふわしますね。するとこんなものがありました。これがですね、クラフティングテーブルになります。右クリックでアクセスします。そしてこのようにいろいろ出てますね。で、これが今僕が作れるものすべてになります。じゃあ例えばこれクリックしてみると、モストーチ、苔で作る、松明かなというものが作れます。まずこれモスと木ですね。木は、いろんな種類、何でもいいと。なのでモスを取って、トーチを作れると。そしてこれがウッドマイニングセルというものです。これは木と土と、バインとキノコが必要で、これを使うことによってウッドの、ここですね、バーンウッドトゥゲットトゥアリトルモア、少し、マイニングが早くなります。なのでこれをね、まず作ってみましょうか。ここには剣があったりもします。とにもかくにも、まずはキノコを探してみましょうか。ちなみにね、これ落ち葉、これもね、葉っぱとしてフォールングラスと、フォールンリーブスか、落ち葉なんかも拾えたりします。パッと見キノコはあるかな。移動したいので、これ持ってっちゃいましょうと思ったけど、これを引っ張るにもセルが必要なんですね。そして外にはこういうね、敵モブが歩いてたりします。あ、これモスじゃないですか。これモスですね。やりました。で、敵との戦闘っていうのはタブキーを押します。左下タブと書いてあるんですが、このタブキーを押すと戦闘モード、あとはクラフトというか最終モードと分かれます。戦ってみましょうか。この子はね、逃げるタイプですね。で、敵がですね、非常にたくさんいてですね、なんて言うんだろう、すごくね、個性的なんですよね。火を吐いてきたりとか、風で飛ばしてきたりとか。あ、倒せました。よくわからないアイテムを手に入れました。そう、海辺の方にはね、ああいうカニのような、あ、松ぼっくりだ。
この松ぼっくりはですね、非常にいいアイテムでございます。松ぼっくりに合わせて右クリック、このようにね、投げれます。倒せるのかな。あ、倒せた。めっちゃ強いじゃん。これでまたアイテムをゲット。あ、キノコありますね。シフトでダッシュ。右下の赤いのが HP バーで、黄色いのがスタミナですね。そしたらちょっと戻ってみましょう。よいしょ。そしたらこれを作ってみましょうか。クラフトで、クラフトするのもちょっと面白いんですが、押すとこのように出来上がるまでに少し時間があります。で、これをコレクトして手に入れますよ。手に入れると作れるものが増えました。今度はストーンマイニングセル、まあちょっと想像つくかもしれませんが、石を取るときに必要なセルになります。で、クラフティングテーブルが自分で作れるようになったり、プロセッサー、これもね、かなり重要なアイテムなので、石が8個必要ですね。そんな感じで作っていきます。タブの方にね、左下のタブ、ウッドマイニングセルが入ったのが見えるかと思います。これでね、吸えるものが増えました。これがね、葉っぱ、普通の葉っぱではなくて植物だったりね、キノコもたくさんありますね。で、洞窟がね、このゲームは洞窟にすぐ入るとあっさりやられてしまうので、まあ、現段階ではそこまで やれることっていうのはたくさんたくさんっていう感じではなさそうなんですが、バイオームも非常に豊かでね、非常に面白いんですよね。フレンドさんにね、紹介してもらったんですけど、いやー、熱中して遊んじゃいましたね。で、バイオームもマインクラフト同様、いろいろなものがあります。今いたのは森っぽいところで、こっちに来るとちょっと開けたね、草原地帯だったり。よいしょ。色が黒いのは気のせいか。あ、宝箱がありますね。こうやってランダムで宝箱が落ちてたりします。ジャーナルページ、蜂蜜とかキノコとかガンパウダーとかありますね。全部もらっていきましょう。ガンパウダーを手に入れたので TNT やボムを作れるレシピを覚えました。音楽もなんか可愛らしいですよね。おっと、向こうはまたバイオームが違いますね。よいしょ。すごいすごい、メサバイオーム的な、メサだっけ、かっこいいね。このゲームね、戦闘もその敵がいろんな種類いて面白いんですけど、家のね、建築素材っていうのがかなり豊富なので、そこもね、また楽しかったりします。ちょっとクラフトテーブルを置いてですね、例えばですけど、そうだな、まずこれを作りたいよね。プロセッサーを、石を、8個必要っつったかな。ちょっとごめんなさいね、設定を変えてみようかな。やっとけよって話なんですが、ちょっとだけ落としますね。録画してると若干カクつくかな。これごめんなさいね、僕も何も見えてないです。少々お待ちください。
箱取れたね。よいしょよいしょよいしょ。これね、どこにこれを置いたかっていうのがね、あ、でもあれ、俺ここに置いたんだけどな。自分が置いたのは、そうか、見えないのか。そもそも設置されている作業台がマップに表示されますね。そしたらこれを作りましょう。お、いろいろ作れるようになりましたね。そしたらこれを置いてみましょう。いきます。ポン、カッターが出てきました。これがプロセッサー、加工する機械になりますね。例えば木、原木を木材の板に 2に変える。木材の板を2つ作る。そうすると作り始めます。これね、10秒、クラフトタイムが10秒あるので、このように少しね、待ち時間が入ります。あと棒を作りたかったら棒、これは20秒で8本、1から8本作れると。そういった形でこうアイテムができていきます。例えばこの草とかをね、こういうものに変えたりもできます。失礼いたしました。扉はいける？ストーンウッド、石があるかな。石をこれに変えましょう。そして今ね、時間が出てます。6時30分 AM です。グラスランド75度、まあ、75度ってこれ多分摂氏ではなくて華氏なのかな、の表示なのでちょっと馴染みがないですけど。そしたらですね、まあ簡単にね、まあマインクラフトでいう豆腐ハウスですよ。よいしょ。またこれ BGM がね、盛り上がったらごめんなさいね。一応ちょっと下げたつもりなんですが。違う違う、これね、道具をね、マインクラフトみたいに木材で失敗しておいた時に、ああこれじゃなかったっていう風に斧に持ち替えたりっていうのがないので、建築は非常に快適ですね。これは狼が来たら一吹きで飛ばされそうなお家ですけど。よいしょ。このように結構簡単にね、家作りもできます。あとどこに設置しているかっていうのもこのグリーンでね、表示されるので、こういうゲーム慣れてない方もね、物を作りやすいんじゃないかなと思います。そして石ができたので扉を作りましょうか。 OK。 あとはね、こういう斜めとかもあるので、屋根にねしてみたりとか、そういうのもできます。あとチェストがね作れたりだとか、いろいろあります。ちょっとね暗いのでトーチも作りましょう。よいしょ、扉を設置しましょうか。はい、これで第一拠点の完成です。そしてちゃんとね、光源の表現もされているので非常に暗いです。なので松明を置いてあげることで多少ね、マジかマジか、ちょっと予想外なんですけど、知らんかった
俺の家がやばい、つぼっちまったマジか、だそうですなくなりました。藁はダメなんですね。いや、以前木材でね建てた家は大丈夫だったんですけど、あら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 、ダメか。そうかいそうかい。はい、こんなところでしょうか。あまり何も作れていませんが、このクリエイティバース、どんな感じのゲームかっていうのは伝わったでしょうか。Steam の方で1980円、20ドル、だいたい20ドルの価格で販売されています。日本語化はされていないんですが、そんなにね、難しいゲームではありませんので、あとはこういうね、クラフト系のゲームやったことある方なら、割と簡単なんじゃないかなと思いますので、ぜひ気になった方は遊んでみてください。それでは、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。何も残らなかったね。家建ててね、いろいろしたかったんだけど。はい、今回はこの辺で失礼したいと思います。ご視聴ありがとうございました。